Love is love. Love is love. Adios.はい、おはようございます。時刻は朝8時、今日は丸一日オフなんで、ゆっくり過ごしたいと思います。これから移動するんで撤収したいと思います。山形といえばさくらんぼ、そしてラフランス、ディディーン、アイスクリームいただきます。まずさくらんぼ。さくらんぼでしょう。うまい。私はつや姫。つや姫、それお米だよ、ね、あ、フランスめっちゃうまいよ。これつや姫食べて、さくらんぼのアイスクリーム食べて、お土産をね、買ってました。ディディーン、ナイス。いつか殺される。ガッサンはね、この刃物有名なんですよ、実は。前からちょっと、ね、キャンプで使うナイフが欲しかったんで、ずっとどれがいいかなって探してたんですけど、まさか旅先で買うっていうねこれも何かの出会いなんで使っていきたいと思います。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。これから昨日の蔵王温泉に続き、今日は山形の赤倉温泉に行きたいと思います。赤倉温泉っていうのも、昨日の蔵王温泉に続いて自噴泉、ここから1時間ぐらいかな、行くといいと思います。いやー、めっちゃいい天気だな今日も。うん、山形も暑いね。暑いね。暑いわ。今から行く赤倉温泉はどんなとこなの、うん、ブクブク自噴泉の本に書いてあるね、ちょっと内容をね、うん、ちょっと見てみるよ。明るく読んでみようかな。ゆず湖のマーブル模様が揺らめく源泉湧きっぱなしの手彫りの岩風呂だよ。手彫りの岩風呂。うん、あの小国川っていうのかな、小国川の水位が下がると自噴が減少するんだって。わかる。少なくなる。あ、 川の増減で、うん、そう、奥に川ね、お湯の量が変わってくると、うん、すごいな。あ、まあ自噴してるからね。そうで、天候によって温度も変わるのですごく微妙だ。温度がこの微妙って何？いやだから微妙なのが、寒いお湯がぬるくなっちゃうってこと。うん、天候によって温度も変わるからすごく微妙だ。いい意味の微妙だと思う、多分。あの、そこが風情があるよっていう。ああ、そういうことね。うん、フロント階から階段を降り、廊下を歩いてさらに川沿いに下るとお目当ての岩風呂に到着。お、扉を開けるとは思わず立ちすくんでしまった。巨岩が、巨大な岩ね、が湯船近くまでせり出している。お、ね、すごいね、すごいね。というより岩を取り囲むように湯小屋を建てたと言うべきか。で、足元から、そして側面から綺麗な湯がゴン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 湧いている。どれも。こっちは何ですか？あ、ちょっとあれなんだ。形が悪い感じ？俺はタヌキいたずらしてたよ。タヌキがいたずらしてた。タヌキがスイカ食べるんですか？面白い。甘いよ。え、これは美味しいな。あ、めっちゃうまい。うまい。
お披露目すれば直売用でもやすいからな予約すればいいね2人で食べれるぐらいだからなえ、いくら本当ですか、はい、3000円は過ぎよ、これ本当にいいんですか、だからうちは約束したのかな、うん、遅いなだって社長が自分で作ってうちになるんだからありがとうございます、はい、社長本当ゴルフですからな、すいません、じゃあここら辺を置いといてください、ゴルフですあ、なんで100行ってきたんねこれよなんでどこまで行ってきたの車中そうなんですよ、車中泊してはい、プラプラしてるんですよね、え、どっち今日これから赤倉温泉行って、うん、赤倉温泉で、その後鳥海、鳥海さんあ、鳥海さん、はい、で、こっちの少年の補正があるんですそうですね、はい、で、ここさ、車中泊したんでそうです、基本はあの車中泊してテントになってる、あ、テントな、うん、俺も北海道一周してきたからあ、そうですか、車でしたらよ、あのバーベキューして焼き肉して酔っ払ってよ、はい、靴脱ぐの、外さないだもな、うん、そしたら次の日、靴ないわけよないわけどうして探したらなーね、地図に持ってってボロボロなったけや箱に入れた顔見せる焼き肉の匂いついて気をつけて、はい、ありがとうございます、はい、またいらっしゃい、じゃあもうごちそうさまでした、失礼します、黒温泉旅宿三の城到着です、出てきました、いやお湯ちょっと熱かったな、これ俺には熱い、俺にはちょっとお湯が熱くて、うん、日差しか入れなかった、嘘本当何やってたの、結構ピチョ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 かけてえすごい良かったよ、あ良かった、うん、あさ混浴なんですよ、でも女性はいませんでした、いなかった、いませんでした、そればっかり、はい、赤倉温泉出ました、で今からまた移動なんですが、明日鳥海山に登る予定なんで今から秋田の方に向かいたいと思います、ただ明日ちょっとね天気が微妙なんでちょっといろいろ調べながら向かいたいと思います、アユが取れんの、ちょっと早めなんですが晩ご飯を食べたいと思います、ちょっと、ね、山の方入っちゃうとお店とかやってないんで早めに晩ご飯食べて山の方向かいたいと思います、
やぶそば。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。はい、じゃあこれから鳥海山に向けて出発します。Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Mm-mm-mm.Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free.道の駅鳥海到着です。時刻は20時50分。今日はここで寝たいと思います。明日鳥海山に登る予定です。ただ天気がちょっとねやっぱりいまいちなんで、明日の朝の判断になると思います。それじゃあ、じゃあまたな、明日。おやすみなさい。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。